はい、こんにちは、ペットでございます。横綱物語続きやっていきたいと思います。姉小路さんは相変わらず、あ、でも今日はですね、ということは講演会なんでね、岸上さんはね、上がるはずなので、そうですね、全勝院さんはとりあえず、瞬発力を完成させていきましょうか。藤井の森さんは、でも十両、前頭だね、当たり引いても講演会。はい、白梅さんは完成。そうですね、ミブさんもできてるんでね、この辺の出来上がってる人はシャシャッといきましょう。姉小路さん頼むよ、上がれ。上がんない。であと持続力50目指していきましょう。はい、4日目。上がって、上がんないね。であと4回、判断力ちょっと鍛えて、残りで下半身持っていけば山之内さん完成ですね。活躍時期がね、どうしても学生横綱の方の場合短いですからね。さあ、運び足ね、運び足50、あとは集中力ちょっと補填していきましょうか。
ああ、そうか。今日は5日目か。そうですね。上がんない。はい、7日目。姉小路さんがね、お願いします。おお、やっと上がった。ちょっとホッとしましたね。山口さんもね、判断力あれすれば強くなると思うんですけどね。鉄砲かな。はい、9日目。また、あれか。当たり引いても。講演会でしょうね。やっぱりそうですね。吉祥銀さんは十両だから、なんか上がってほしいよね。
ささぎさんも、おそらく講演会、アップバイさん、はい、10日目いきましょう。上がれ、上がんない。この試合で、あと1回小遣いやって終わりですね。キッシュインさんが全然上がってくれないね。間違えた、上がってしまった。まあラッキーラッキ
4日目。頼むよ。ほい。あー、上がんない。まあ最終的に多分来年になる前に、あ、間違えた。下半身ね、50はいくとは思うんですけどね。はい、ラスト。頼む。よし。見上がったの大きいね。下半身どこか。で、前哨員さんは久々の技研究。はい、どすこい。よしよし、上がった。うん、わざ覚えたんかな。覚えてないね。はい、それではですね、また本場所は前半後半に分けて臨みたいと思います。お楽しみにしておいてください。ではさよなら。